岡県では昨日新たに558人の新型コロナウイルスの感染者が確認されました。福岡県によりますと、新規感染者558人の内訳は、福岡市123人、北九州市49人、久留米市27人、県管轄のその他の地域で359人でした。感染者の数は14日連続で、前の週の同じ曜日を下回っています。死亡した人はいません。最新の病床使用率は 16.4% となっていて、県独自の福岡コロナ警報の解除後も基準となる 20% を下回っています。また、重症と酸素投与が必要な中等症の患者数は警戒の基準となる730人に対し58人となっています。佐賀県は昨日新規感染者99人が確認されたと発表しました。